前はどこまで見えている？あんたの死に様だ。俺の死に様か。では再現してみろ。しどい、しどいのよし。強く。最後にいたち。お得意の幻術で茶番か。何が知りたい？もう一度言う。幻術。俺の質問に答えろ。答えるまでその胸の痛みは続け。三人目、もう一人のシャリンガンとは、内派一族とは誰だ？そんなことを気にする？あんたの次にそいつを殺す誰だ？ウチハ、マダラだ。この葉隠れ創始者の一人、万華鏡シャリンガンを最初に会談した男だ。マダラならとっくに死んでいるはずだ。俺をおちょくってんのか？マダラは生きている。ざれ事はやめろ。誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。あの夜の出来事、術の中にいるのだとそう思いたかった。でもない現実だった。今の俺の目は昔とは違う。相変わらず強気な物言いだな。とりあえず受け取っておこう。芝居に付き合うのはこの辺でいいだろう。どうやら心の中の俺がちゃんと見えた。全てはこの種か。たどり着いた。目的を果たす時が来た。お前には俺の死に様が見えているらしい。お前の目的は残念だが幻のよう。お前は万華鏡を持ってはいない。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで幻は現実になる。あんたの現実は死だ。これが俺の現実だ。光をもらう。だから言ったのだ。万華鏡を持たないお前がこの目を持つ俺にかなうはずがないと。もう片方ももらうぞ。あれがチビンの力か。これが力の差だ。そしてお前と俺の動力の差だ。悔しないんだから、あとは好きなように料理できるでしょ。あれ、俺はつくよみを。ぶったんだ。つくよみを。もう激量のす。サスケの才能がイタチの想像を超えていたということだ。ならばそれを現実にしてやる。あのアマテラスが見られるかもしれんぞ。え、アマテラス。アマテラスはその目が映したものを焼き尽くすまで消えない黒い炎という。しこしき。最後の手裏剣でうまくいったな。さっきの月読みの反動か。いい感じだな。おい、キャトン強化系の術。この程度の傷じゃまだまだだ。キャトン強化系。
サスケの方が押してる。お待ってやす。おお、出た。すげえ、炎で炎を食い尽くして。やっぱりイタチの勝ちか。アマテラスを止めたら目を奪う気だ。下に。キャトン、合流キャトンだ。さっきのアマテラス、相当の負担がかかったようだな。お二人ともバテバテだね。チャクラないんじゃない？これが俺の最後の術になるだろう。シャリンガンはチャクラを見る目だ。お前にチャクラが残っていないのはわかる。確かに今の俺にはチャクラはない。だが、俺が何もせずここに来たと思うか？シュンだ。この術はアマテラスと同じご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。そう、あのカトン攻撃の狙いは、ザとカトンを空に打ち上げ、大気を急激に温めくるエネルギーではなく、膨大な大気のエネルギーを利用して、ライトンの術を行う気だ。この術は天から降る雷鳴。俺はその力をあんたへと導くだけだ。下が下げられるわけがなくよりも早い。来い、雷鳴と共に散れ。これほどとは。イタチは死んじゃったのか。終わったぞ。これがお前の再現したかった死に様か。俺はやられていた。なんだ、本当に強くなった。俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。サスケ、お前の術はこれで終わりか。調子にはしなくていいぞ。ここからが本番だ。あげる。私が力を貸してあげるわ。私の力を解き放ちなさい。そうすればあなたの願いは。オロチマルのヤマタの地図か。出るものが出てきた。おかげでサスケ君の抑えのチャクラが消えてくれた。この程度の攻撃で私がやっこの剣は。まさかトツカの剣。トツカの剣に来たものをついに現実世界に永久に飛ばし。何なんだあのイタチの術。ゆっくりいただくとしよう。サノーとかいう術、あの盾で全ての攻撃を弾き返して。それに攻撃にはトツカの剣がある。完全に無敵だ。死んでる？それってシャリンガンの使い過ぎが原因？いや、それは断定できない。